皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。さて、今このパーティー見て、なんか一人いらない子がいますよね。そうです。キュン太郎です。こいつさ、モテモテスキルついてるだけで、ちょっとね、僕あんま好きじゃないので、ね、全国のキュン太郎好きの子には申し訳ないけど、僕ちょっとキュン太郎の、この、もう自分が可愛いって分かってるっていうこいつが、ちょっと、どうも受け付けないので、変えてえなと思ってるんですよ。そこで、なんかいねえかなって考えたら、あいつがいるじゃねえかっていう。そう。このね、レジェンド妖怪解放した出てくるってやべえやつ。ね。皆さん、わかりますか？こいつ、ね、モテモテスキル持ってるとあるレジェンド妖怪。あいつをね、召喚していいと思います。さあ、そのために、なんだろう。その妖怪捕まえていかなきゃいけないんだけど、まずね、なんか一匹俺、すぐ作れそうなのがいるんだよね。人面犬。ね、人面犬が、レベル22だったっけな ?22 とかなんかそこらで、なんか進化するんだよ。顔ベロスだっけね、あれいっぱいあるけどいいや、無視しよう。なので、顔ベロスをまず、パッと作りたいと思います。他にもね、ちょっと、いるんだけど、なんかやべえやつが、エラベールコインから、お父さんクエストある。で、エラベールコインでもらえる、バクロバーと、あと一匹なんか、ね、なんか忘れちゃった。それもいるんだけど、それは、すれ違いか友達から交換してもらうしかねえっていうことなんですよ。マジで、それちょっと俺して絶望して、諦めようかと思ったんだけど、俺の、ね、友達に妖怪ウォッチ持ってるね、友達いたんだよ、妖友。いいぞ。ね、その妖友に、ちょっと、頼む。貸してくれってね、お願いしたので、サクサクと。ちょっと作っていきたいなと思います。とりあえずまず、顔ベロスに進化させましょうか。進化させるためには、レベルを上げなきゃいけねえんだよね。なんかなかったかな、アイテム。経験値を使うか。ねえ、もったいねえけど、人面犬。人面犬、ほんとお前顔すげえ悲惨な顔してるよな。ちくしょー。でもそう、人面犬が、みんな知ってるかな、進化したら、超かっこよくなんだよ、みんな。ねえ。人面犬がこんなにって逆にびっくりしちゃうよね、ほんと。さて、がっつりレベル上げて。22だったよね、確か。間違ってたっけな。とりあえず、進化させてみよう。あと340。うまく調整しよう。今日もったいねえから、4、5、6。よし、最後1個使よう。さあ、これで、進化来てくれ。あ！行くぞ！人面犬進化して顔ベロス。顔ベロスかっこいい。なんかすげえさ、悲惨な顔からもうね、あ、顔どこ行ったんだってぐらいめっちゃイケメンになる。でもサンズの犬がね、今作なかなかいねえからな、つらいな。さて、埋まりましたね。これが先ほどのやつです。ね、うまいことこいつ全部埋めてえなと思います。さあ、残ってるね、妖怪、ちょっとね、選べるコインでもらえる妖怪だけは、ちょっと友達、用友にね、ちょっとお願いしてもらっていきたいと思いますのでね、ちょっと行ってきます。はい、こんにちは、ダイダラです。さてと、ババーンと極道ってやつが、その、選べるコインでもらえる、ちょっと妖怪なんで、友達に、用友に交換してもらってね、つけときました。さあ、残ってるのは、モテマクールと晴れ男と、あと隠れてる妖怪。これがなんかクエストクリアしたらもらえる妖怪なのでですね、まずやっていきましょう。それではまず、モテマクールから使いましょう。捕まえようか。ね。モテマクールは、モテマ10の進化系です。で、モテマ10だったら、モテねえだろ。モテモ10の進化系ですね。モテモ10は、オフィスの横にある、これだね。昔言ってたじゃん、これ。幻持ってこいって。ね、捕まえておきましたので。ね。ね。ということで、幻を生み出して、これで、なんか、オフィスの上の階に行けるようになるんだよ。うん。幻。そこにいるらしい、モテモテンが。この世はすべて幻じゃー。お主には見ておるか、もう一つの世界じゃ。で、それがこの世のすべてではない。何言ってんだ、こいつ。この世にもう一つ世界がある？なんじゃ、信じてないようじゃの。このビルのまだ見ぬ階を見せてやろう。お主に見えるかの。さあ、幻の力によりビルの4階と13階行けるようになった。で、ここになんかモテモテンがいるらしいですよね。ちょっと行ってみようか。4階。空きオフィス。行ってみましょう。空きオフィスこのビル空いてるの？大丈夫かよ。あ、これ忘れん坊じゃね？ねえ。忘れん坊ってなんかあれだっけ？必要なやつだったっけ？これ誰だ？お前なんかすごい顔してる。すごい顔してる。わからん。青いカードキー入れた。何に使うんでしょう？ちょっと倒してみるか。誰だお前。口だけ、あ、モテモテンいた。モテモテン捕まえよう。モテモテンの好きなものはスイーツですよね。ちょっと高いのでショートケーキにしとこう。ケチやつー。さあ、モテる味じゃん。痛い。あ、もう死んじゃった。早いな。さあ、サクサクでやっていきましょう。電流の術痛い。よしが食らわねえんだけどねえ。このままワンパン決めてこうぜ。痛い。1しか食らわねえ。はい。さあ、大勝利。さあ、こんな感じでモテモテンをね、このオフィスにいるやつら倒していきましょう。あ、違う。なんか、雲が俺のパーティーに入ってんだけど。やべえ。あれお前じゃねえよ、口だけ女。本気出してないから負けちゃった。まあ、認めてやってもいいけどね。友達になりましょう。違うんだよな、お前じゃ。口だけ女。はい、それじゃあちょっとキュン太郎、ちょっと俺入れたくねえよ。もう入れたくねえんだけど、ちょっと心苦しいけどキュン太郎をちょっと連れてくるわ。モテモテいる。今で捕まえられたら相当楽なんだけどな。じゃあちょっと大きいスイーツあげましょう。ロイヤルパンケーキ。パンケーキ食いてえな。サクッとやっつけちゃいましょうか。いささでも打ちましょう。おい。誰？あ、やめよう。じゃあ攻撃しなくていい。みんな攻撃してた。さあ、全体大ダメージです。さあ、これでどうだ？エモン上げたぞ。モテモテンはね、ランク結構低い妖怪なんですよ。なので、頼む。ダメか。よし、それじゃちょっとキュン太郎を連れてきて、ちょっとこいつ捕まえるために粘ってきます。モテモテン倒して出るね。アイテムが、あ、モテモテ仲間だった。いいぞ、モテモテン。ね、君素敵だね。お付き合いしたいな。さあ、友達になりましょう。さあ、でも、モテモテンを捕まえただけじゃ、まだダメなんだよ、みんな。つれえけど、モテマクールに、進化するためにモテウェポンっていうこのモテモテンが低確率でドロップするっていうアイテムが必要になってくるんですよね。ちょっとそれ持ってませんので、僕ね持ってませんのでないよね。これってモテウェポンみたいなやつね。ちょっとそれを手に入れるために頑張っていきましょうね。粘ってきます。行ってきます。はぁ、やっと出たよ。モテウェポン。ね。これを取るために、もう、何十回って戦ったかもわかんねえ。モテモテンとかが3匹とか、で、忘れん坊とか多分4匹。口だけ女も3匹ぐらい仲間になるぐらいは、戦いました。ね。ああ、めっちゃ疲れた。ようやくだ。さて、これを、合成屋さんに持っていくんだよね。行きましょうか。予想以上に時間かかっちゃったね、ほんと。商店寺。あれ、商店寺って俺、あ、もしかして俺、鏡作ってなかったのかもしれん。あら。ちょっと、ねえ。商店寺まで今から自転車で行きたいと思います。ワープじゃん。確かに俺、商店寺今作全然使ってねえ気する。ねえ。前は、最初、これとこれを合成するのじゃとかいうさ、おじいちゃんのクエストあったじゃん。ねえ、ダルマッチョ作るクエスト。ねえ。あ、ここなんかある。前もあった気する。なに？あ、扉だ。ドラゴンボールを求めて行こうぜ。はい。気まぐれゲート。ね。いいね。ドラゴンボール、この集めるクエストで忘れとった。忘れてはいねえんだけど、これ終わる気あんましないんだけどね。何十個も集めて、なんかようやくゴールでしょ。ね。まあまあ、気長に見つけたら、入っていく感じでいきましょうか。また戦でしょうかね、これ。これ戦の、まあ、バトルで4回勝て。いってきます。4回って結構多くない？やばい。さて、サクサクと全員やっつけてと思います。電波小僧と、なんとかさん。弱いですね、ここは。ね。一瞬でワンパンいきましょう。さっき、あ、19！ ちょっと強い。さっきの、なんだろう、モテモテンだっけね。モテモテンとかに比べたら超弱え。あ、超弱えじゃん。ちょっと強え。経験値20。経験値モテモテンとかよりめっちゃ低いんだけど。あ、仲間だった。こんにちは。電波小僧さん。いや、いい電波だ。友達だろう。なんかこの戦の間で出てくる妖怪って、地味にレアな妖怪って言ったらいいのかな。ねえ。前コマーシャル出てきたよね。こいつ持ってた妖怪か。なんか、ちょっと変わった妖怪出てきたら、捕まえとこうぜ。ねえ、だるだるが。モテちょっとふざけんなよ、お前。早く、先に出てこいよ、お前。まあ、いいけどさ。なんか商店じゃなくて、一なんとか寺ってあったじゃん。ケマモト村じゃない。過去の世界のお寺。あそこでは妖怪の魂をね、なんかアイテム化するっていうのがあるらしいんだけど、そこでモテモテコンっていうアイテムがあるらしいんですよ。皆さん、ご存知ですか？ああ、だるだるまだ。社畜だこいつ。はい。久しぶり。俺みてえな顔してる。ねえ。ニックではもういいや。はい。というわけで、豪傑族かなこれって。勇ましかなわかんねえや。勇ましだな、多分。さあ、仲間だったね。さあ、あと2体妖怪います。なんだお前は。やっつけてやろうぜ。よし。あ、キュン太郎だー。おめえ。いいね、キュン太郎。で、そのさっき言ったモテモテコンっていうスキルは、モテモテンと、なんかズキュズキュンタっていうね、キュン太郎の進化系。もう自分のこと可愛いって分かってるっていうレベルが上がったようなやつがいるんだけど、そいつを合成したらなんか、ね、モテモテコンっていうすげえ強いアイテムが出てくるんだよね、ほんと。なんで、ちょっとズキュズキュンタにね、できたら狙っていきてえなと思います。でもズキュズキュンタに進化するのにはさ、なんかいるんだよ。なんとかの尺っていうアイテムがいて、ね、そういう手に入れなきゃいけないんだけど、それ手に入れ方よくわかんねえので、またこれは後日。後日ってことでいきたいと思います。久しぶりです。いいぞ、ガンガンといこう。さあ、これでドラゴンボール出現でしょう。出てこい。戦の間クリア。戦の間以外あんのかよ、本当にこのゲームは。さあ、真ん中に出てきましたね、弾が。いいぞ、押すー。あ、4つもあった。嬉しい。これでどうなんだろう。まだクリアじゃないのかな。さあ、出ましょう。お寺の近くに出てほしい。頼む。どこ？あー、近い。いいとこ。はい。それでは今からはね、モテね、仲間にいたしましょう。よし、お寺来たよー。起きてー。ペローン。さあ、雲外鏡が目覚ましたね。おはよう。やっぱしないよ。リュウくんはいない。あ、リュウくんの玉がある。こんにちは。合成していくかのう。さあ、商店地のね、お地蔵さんにお願いしてみましょう。で、こいつと、あれ？なんで、キュン太郎とキズナメコ合成できんの？怖い。やめとこ。これ、キズナメコが進化しそうな感じする。今からしたいのは、そう、モテモテでですね、3匹もいます。出すぎ、ほんま。で、モテウェポン。行ってみましょう。むかー。出たー。なに？出た。かっこいい。モテまくる。かっこいい。やばい。イケメン出たよ。さあ、これでモテまくる捕まえることができたので、これでまたババーンとで、妖怪大師の封印が1つ解けました。これであと2つですね。いや、ここまで来たらなんとかなりそう感あるね。えこれ鈴を直せば、あ、鈴と何かでなんかアップするやつ作れるんだね。はい、ということでね、他にもなんかいっぱいあるみたいなんですけど、合成は奥が深いということでね、また今度頑張りましょう。人形かわいい進化させたいね、人形を。はい、じゃあね、あとは、晴れ男と、なんとか鳥っていうやつなんだけど、じゃあまず晴れ男捕まえに行こうか。ね、晴れ男がいるのは、熊本村なんだよ。熊本村。多分合ってる、熊本村で。ね、今からワープしたいと思います。熊本村。どこだ？熊本村って一徳寺だっけ？ここだよね。駅前とおばあちゃんちとかだから、お寺行こう。一徳寺。で、このなんだろう、熊本村の至るところにいるらしいんですよね。C ランクでしたっけね、確か。ですので、C ランクで反応があったら、チェックしていきましょう。で、草むらとかにいるらしいですよね。C ランク、みんなちゃんと目光らしといてよ。出た！ C ランク、これは、来てます、来てます。この中だ。これ木じゃないかな木じゃないかな、これ違う気する。木だけにってやつ。ちょ、チェックしてみよう。誰だお前。こいつ。幻じゃん！いいよ！捕まえたこいつも、もう。ね。さあ C ランク来ました、反応。さあ、この辺り。またこれ木じゃないですかねまたまさかお前幻、やべ、俺なんか幻見せつけられてんのかもしんねえ。大丈夫かな、俺もう取りつかれてる。助けてみんな。この辺りまた木だ。やばい、また幻だ。やばいやばい、これ取りつかれてる、マジで。助けて誰か。こいつやべえぞ。あ、なんかハテナがある。キュウリ2本手に入れた。これ学校でね、作ってるやつじゃねえの？大丈夫かな？怒られねえかな？さあ、この辺りに、なんかいますね。妖怪が。これだ。誰ですか、あなた。こんにちは。なんかここにたまに出てくる妖怪って、アイテムくれたり戦ったりだよね。何こいつかっこいいな、お前。こんにちは。武者かぶと、おお、主、わしのこと覚えてるか？ 60 年前に渡された、あ、昔のカブトムシか。あのカブトムシか。あの音も大切に育てられてな、気がつけば妖怪だ。妖怪になってるとは。おかげでこんなかっこよくなれたぞ。カブト好きな少年に預けてくれて感謝してる。力を貸してやろう。あ、武者かぶと。仲間だった。やった。ちょっと嬉しいね。なるほどね。もう一個の方を開けてたら、もう一つなんか別のやつ、妖怪が仲間になったのかもしれないね。ちょっと、心温まるハートフルストーリーじゃん。いいね、みんなも、なんか生き物を買うこととかあったら、大切に育ててあげようね。そしたら、きっと、妖怪になってるかもしれない。それは、いいことなのかわかんないけど、きっといいことなんだろうな。多分、感謝してるっていうのは、多分嬉しい。ね、嬉しかったんだろう。さあ、この辺りに C ランクのやべえやつがいます。上だな。なんかハテナあったけど、俺 C ランクの方が興味津々。興味津々。C。ここだ！これ火じゃね？ちょ、待ってよ。やっぱ俺取り憑かれてる！助けて！これ幻、やばい、殺される。このままじゃダメだ。この辺り？これ、電柱じゃね？電柱になんかいんの？電柱妖怪。なにこいつ。幻じゃねえか、おい。しつこいな、幻。どんだけがっつり出てきたガリなんだ、お前は。はい、ということで、もう一回ちょっと、この辺り探索、再びやりましょう。さあ、今、一瞬 C 見えましたね。C。あれ見なかった、今、一瞬。見間違いあった。ここだ。この家。C ランク。来たー！これ木じゃない？大丈夫？家の下か、これ。ん？妖怪の気配がする。ここはもしかしたらいるかもしれない。何こいつ。これ貧乏いじゃねえか。いらねえ。ダメだわ。ちょっとね、なかなか出会えないので、探していきますね。出てきてくれ、頼む。いた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 。お前だよ、暑苦しい男！捕まえてやろうぜ。さて晴れ男。ね、雨女も、まとめて捕まえときたいよね。なんか、雨女は雨の日にしか捕まえられねえらしくて、3体も並ぶとうぜえな。さあ、好きなものはスイーツ。まあ、スイーツ男子ですね、こいつは。じゃあ、ちょっと、見つけるの好き時間かかったので、特大ジャンボ貨幣でもあげときましょう。さあ、つついて、ね、気持ちよさそうなとこつついてあげましょう。あ、失敗したー！ちょっとー！あっぱれじゃねえよ。早いくっそー。まあまあまあ、特大フルーツあげたので、ワンチャンあるっしょ。頼む。ロイヤルパンケーキいっぱいくれた。ちょっと嬉しい。よし、一発よかった。倒した晴れ男が近づいてきた。君といると心が晴れ渡るようだよ。さあ、友達になろう。はーい、ということで晴れ男と仲間になった。よかった。さあ、残ってるのはあと1匹。ちょっとね、めんどくせえかもしれないけど、クエストですね。クエスト、なんとかなんとかさんっていう鳥大好きの人がいて、その人のクエストやれなきゃいけませんね。ワンやったことある人だったらもうピンときたかなと思いますね。さあ、あの人の元へ今から行きたいと思います。動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録お願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック。説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。